カムリキ橋は、長野県千曲市の千曲川に架かる、長野県道338号内川、おばすて停車場線の橋梁である。名称は近くにある、カムリキ山に由来する、千曲川右岸の千曲市千本柳と、左岸の道志須坂とを結ぶ、右岸側には、国道18号や品野鉄道線千曲駅があり、左岸側には、長野県道77号長野上田線が走る。 さらに進むと、下野井線をバス停機、長野自動車道をバス停サービスエリアに至る。現在の橋は、車道に車線で、片側に歩道が完備されている、ごく普通の桁橋である。橋から、日本海までの距離は 239.5km で、ある。2014年まで使用された、急橋は、幅が4段階に変化し、橋梁の構造設計と試行技術の変遷を1本の、 橋で見ることができた。完成までに24年余りを費やし、西側の地、得意な形状から、地元では竹の子橋とも呼ばれていた。西より107メートルの区間は、6.0トンの重量規制が敷かれていたほか、西より210メートルの区間は境愛で車両の対向通行ができないため、信号整理による片側交互通行となっていた。こうした制約により、例えば、 宿間市循環バス東西線では、多客によって重量が多い時は、カムリキ橋を渡る前に乗客を複数台に分譲させているなど、この橋の存在は、付近の交通にとっては障害となっていたが、上流側に新しい橋が建設され、2014年11月に共用停止となった。4段階の橋となった、経緯、編集この地に橋が架けられる以前は、私船が運行していた。 1958年に西側に木製の吊り橋が架けられたが、この木造橋は1965年と1966年の台風による豪雨により損壊、一部が流出した。1968年に木造橋流出の災害復旧工事として、まず西側の鉄骨トラス部分が作られ、以後木造橋部分の流出や河川敷の取り付け道路流出のたびに、 災害復旧予算でかけ継ぎが行われ、最終的に一般会計予算で残りの鉄骨部分の延長工事が行われた。財政面から捉えると、現状復旧が原則の災害復旧予算に一般会計予算を加えた工事が、高精度の制約により行えなかったことも、福音が変則的に変化する橋が作られた原因の一つである。完全開通までの期間は、 鉄骨構造橋部分から河川敷に降りる勾配25度程度の木造仮設橋が使用されていた。河川敷を通行しなければならないため、増水時には冠水により通行止めになったり、木造仮設橋部分の流出による通行止めがたびたび発生し不便な生活が続いた。下記の段階目については前述の概要を参照されたい。ありがとうございます。